はいどうも、翔平 TV です。本日は前回届けした続きからご紹介します。2回の裏、バッターは途中から交代した塚原選手です。さあまずサードゴロ、これはギリセーフで悩んだ、ランナー一塁となります。そして1番の村田選手が、はい、ショート強襲のヒット、ランナー1、2塁となりチャンス。2番の田村選手はデッドボールとなりまして、ノーアウトランナー満塁、絶好のチャンスとなります。4対0で負けております。はい、ネゴロショート、これはホーム投げれない、ファーストでアウト、これで1点返しました、5対6。そしてバッター4番、翔平 TV。 さあヘルメットが小さくてね、オマリーのようになっております。さあ気合で初球から打ちます。さあ初球狙いです。バットを短く持ってダンダン、はい、これはねギリギリベースの横、ファール戦ですね。はい、ギリギリファールとなりまして、これは惜しくもファール。さあワンアウトランナー2、3塁となります。5対6。はい、顔面外れてボール。そしてお次のボールはどうだ、はい、はい、来た、はい、ボールがそれて三塁ランナーはホームイン、これで6対6の同点となります。さあワンアウトランナー三塁、バッターの翔平は気合を入れております。最低限ね、犠牲フライという意識で打とうとしております。バットを短く持って姿勢を低くして、さあこれは、これはまさかの入ったー。さあもう一度カキーンと、はい、カキーンと高めの変化球ですね。はい、高々と柵越えとホームラン、ツーランホームラン、逆転ホームランとなりまして8対6の逆転です。さあこれはもうまぐれです。完全にもう暑くてね、キャッチャーもへばっております。はい、暑すぎてね、ヘルメット取りました。はい、これでチャンネル登録お願いしますって。はい、さあ8対6逆転しました。さあチャンスメイク、5番の金子さん、そして6番の佐藤さん、デッドボール、ワンアウトランナー1、2塁となります。そしてお次のバッター小林さんの打席で、まあ、ボールがそれまして2、3塁となります。さあ小林さん、いけ、はい、見逃し三振となりまして2アウトランナー2、3塁、まだチャンス。そして8番かまちゃん、鎌倉選手、はい、見逃しとなりましてチェンジとなります。しかし8対6逆転ですね。そしてピッチャーは変わりまして、ピッチャーは小林選手です。さあどんなピッチングを見せてくれるか、素晴らしい、ワールドピカサスの DM モデルを使ってピッチング。さあ第9、はい、ナイスボール、いいボールですね。さあどうだ、はい、こちら翔平ファーストフライとなりましてアウト、ワンアウト、素晴らしい。はい、こちらねインコース狙ったんですけどデッドボールとなってしまいました。ワンアウトランナー1塁となります。そしてお次のバッターは、はい、真ん中のストライク、そしてこちらショートかサード、はい、アウトとなりました。ダッシュ、ツーアウトランナー2塁となります。8対6、ツーアウトランナー2塁、1本出れば8対7となってしまいます。さあこのボール、はい、来た、緩いカーブで三振となりましてチェンジ、ピンチを切り抜けました。
さあ今回の動画は編成上これで終わり、次回が決着です。また見てね。はい、こちらをプレゼントいたします。1万人行った時用のプレゼントとしてペサントの内野公式用になります。まあ視聴者の人はね、公式やってるから軟式グローブもらってもしょうがないって人が結構多いと思うんですよね。でしかも僕あえてこれにしたのが、あのカラーリングも高校生使えるカラーリングなので、まああえてこういうのを買ったっていうのもあるっちゃあります。まずは1万人、1万人達成したら、そうです、OK、この動画なり、まあ、いろんな動画にデサントのグローブ分かるように、デサントのグローブ欲しいです。デサント、まあ、あの今並行してモンタナさんの現代モデルも、まあ、8000人のやつなんですけど、まだモンタナさんの方の登録も終わってはいないので、デサントのグローブ欲しいです、はい、そうです、現代グローブ欲しいです、はい、両方でもいいですよ。そうですね、はい、コメントしてもらえて、はい、でまた1万人達成した時に達成しました動画っていうのも出るとは思うので、はい、まあ、そちらに再度やってもらえるような形です、まあ、常に動画から見ていただいて、そうです、はい、いつ発表するか分かんないですよ。そうですね、いつ1万人か分かんない、1万人か分かんないんで、僕らのインスタとかツイッターもね、はい、結構いろんな情報、裏情報とか、はい、突然ゲリラプレゼント企画やっちゃうと思うんでね、はいはいはい、あの登録しておいてもらえればいいかなと思います、はい、そうです、お願いします、はい、革自体もいいグローブなので、今回もね、あの前回も僕は高校生向けなプレゼントだったので、今回もちょっと高校生とかぜひ、たくさんの応募お待ちしております。はい、現在翔平 TV プレゼント企画開催しております。モンタナスポーツのインスタフォロワー3000人達成で現代モデル軟式をプレゼント。現在チャンネル登録者数9000人突破、皆さん本当にありがとうございます。まだまだこれからですが、1万人を目指して頑張っていきます。1万人達成したらさらにプレゼント企画を開催します。皆さんの応援よろしくお願いします。ありがとうございました。本日の動画は以上になります。チャンネル登録、コメント、高評価、よろしくお願いします。それでは、ありがとうございます。翔平 TV T シャツ販売、走れ、おいチャンネル、おいくんの T シャツも販売しております。モンタナスポーツのリンクから飛べますので、ぜひともチェックしてみてください。皆様、チャンネル登録はお済みでしょうか？チャンネル登録1万人まで、あとちょっと。頑張っていきますので、皆さん応援の方よろしくお願いします。それでは、ありがとうございました。